はい、それでは北海道からスタンダードセブエ選手権に出場する大西渡る力組にインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、今回のセグウェイの作品はパンフレット見たらジャズという風になったんですけど、どうですか？はい、今回はジャズの世界観を皆さんに楽しんでもらえるように一生懸命練習してきてましたので、お楽しみにしてください。はい、今回のジャズというテーマで、音楽であったり振り付けのこだわりというか見どころというか、このあたりを見てもらえると嬉しいなとかあれば何か教えてください。そうですね、とても大西組らしからぬアクロバティックな動きをしたり、音楽に合わせる、ね、合わせてリズミカにこう体を動かすっていうのはどれほど大変なのかっていうのを身に知りました。今回大竹達郎先生に振り付けを初めてお願いしたんですけども、すごく先生はジャズに対してこだわりが強くて、すごく得意分野だそうで、すごく本当に僕らも一から勉強して、普段のやっぱりこうスタンダードとは違うテンポだったりリズムだったり、まあ、変調が多いので、そこをいかにこう音に合わせて踊っていくかっていうところが今回すごくこだわったところなので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、なるほど。衣装なんかもそれ専用に作ってると思うんですけど、なんかその見どころっていうか、ここをこだわったとかありますかね？はい、今回のコンセプトは、モダンジャズっていうのが、ジャズの中での、いろんなジャンルがあるんですけど、モダンジャズをテーマにしています。なのでちょっとこう、言ってしまえば今風のこうスタイリッシュな形じゃなくて、どちらかというとボックス型でこうストンとこう落としているような衣装になっております。女性の方は、黒人のジャズシンガーだったかなというイメージ、黒人みたいなイメージがあるらしいです。なるほど、はい、ちょっとおしゃれな感じで、ちょっとこう、あんまシンプルなんですけど、はい、すごく、はい、そのモダンジャズの世界を、衣装でもしか表しています。はい、というわけで、セグウェイの部分はね、動画撮影することはできないので、写真も撮影できないので、なかなか皆さんに直接の姿、お届けすることはできないんですけども、おそらく北海道のね、パーティーですなどで、たくさん披露していただけることと思いますので、よろしくお願いします。では、頑張ってください。はい、頑張ります。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。